皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。今日はお母さんの算数数学教室、中学1年生の方程式、ね、これよく間違えるパターンがあるんですけれど、そのパターンの中で 6x=2 というこういうパターンを間違えるとき、どういうふうに直したらいいかということについてお話したいと思います。間違えるパターンは2パターンあります。主なものは2パターンです。どんなふうに間違えるかというと、まず1つ目パターンのうちですね、 6x=2、 x はこれ3としてしまうパターンです。もちろん間違いですよね。これね、数字6と2を見てすぐ6÷2だと何も考えないで、答えを出しちゃう人、それからこれ分数になるんだったら答えおかしいんじゃないかなと思って3にしちゃう、こういう場合があります。もう一つのパターンはパターンの2ですね、 6x は2と、 x は 2-6、 x は -4 と、もちろんこれ間違っています。こういうパターンですね。これ6って正の数だから、移項しちゃったら引き算になって 2-6 になる、だから x は -4 なんだと、こう思っちゃうんですね。でもよく考えてみましょうと、6x というのは6と x を掛け算している分、こういうことです。ですからお子さんが間違えて3で間違えた場合、 6×3 をやったら2になるかというのを確認します。6、3、18で2になりませんから、この3という答えは間違っているわけです。同じようにこちらもマイナス4になった場合、6と x って掛け算だよね、じゃあ出た答え入れてみようか、6×-4 で、6×4=24になっちゃう、だから -4って間違ってるよね。こんな風にお子さんに確認してあげてください。そしたら正しい答えを、解き方、指導するときにはこうやります。 6x は2と、6と x は掛け算だから、この6を消すためには、6を1にするためには6で割ってあればいいよね。その時必ずこういう分数の形を使ってください。そうすればこの間違いはなくなります。6÷6は1ですよね、約分して1と、こちらは3分の1になりますね。これ 1x ですけど、1と x を掛け算する時って1って書かなかったんですよね。ですから x=3分の1と、こういうふうに答えが出るわけですね。そしてここで確認してあげてください。じゃあ実際にこの3分の1を代入したら、入れたらちゃんと答えが2になるかなということです。 6x ですから、 6×x が3分の1だったら、これ約分して、あ、2になりますから、3分の1が正しい答えだとわかるわけです。あと2問やってみます。問題を解くとき、必ずこの場合は 12x は3ですから、この x 前の係数ですね、これを分数の形にして 12÷12 という形で、この分数の形で書いてください。両辺に12で、両辺を12で割るという、こういう形ですね。この分数の形で書く癖をつければこのミスはなくなります。約分しますよね。約分しますよね。ですからこれは x は4分の1とこうなるわけです。必ずこの分数の形で割り算をすると。これをやってください。3番は 10x は5。x の係数は10ですから、10で両辺を割ると、ね、両辺を割るんですね。約分しますよね。x はになります。約分しますよね。2分の1と。このように 6x=2、ね、ちょうど係数の後ろのこの答えの部分、ね、イコールのこちら側の部分で割り切れるとき、
間違いやすいパターン、この2パターンを直すためには必ず x の係数で割る、その時分数の形にして、この x の係数を分母で6分のですね、この場合はこの場合は12分のと、そういう形で書いて答えを出すっていう、そういう練習をしてみてください。そうすることでこのパターンのミスはなくなるはずです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。